この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。はやばい、こんな時間。谷川愛理さんいらっしゃいますか？はいはい、ここにいます。意外と早く着いちゃったんで。難波から電車で15分、八重の里ドライビングスクール。船に泊まろう。忙しい人もそうでない人も九州往復1万円ちょっと。ゆったり移動でゆっくり睡眠、たっぷり楽しむ九州へ。サンフラワーの弾丸フェリー。まもなく訪れるオフシーズン、この冬の間に大事な愛車をピッカピカにしてあげてもいいんじゃないでしょうか。今回は驚くべき洗車技術とバイクを守るコーティング技術、その2つを兼ね備えた今注目のお店をご紹介します。ということで、やってきたのは。どうもご無沙汰しております。番組ディレクターの下野です。皆さん覚えているだろうか。過去に自腹 Z1 カスタム企画などちょこちょこ番組に登場していたスタッフ下野 D。 今日はなんとバイクをピッカピカにしてもらえるというロケに大抜擢されまして、愛車の Z1 と共にやってまいりました。これがかかってますから当時この自腹企画でこれがもうめっちゃかかってる。そんな大事な愛車をピッカピカにするためにやってきたのは、堺市にあるカーメイクアートプロ。日本初のコーティング技術を導入し、バイクや車を磨き上げる。さらにシート加工や内装のリペアなども可能。とにかく大切な愛車を美しくするプロフェッショナルなお店だ。ここで下野 D から。正直7年経ってますけど、結構ピカピカやと思うよね。確かに綺麗でしょ。ちゃんと乗ってるんですよ。確かに一見は7年乗ったとは思えないほど綺麗な状態を保っている下野 D の愛車。しかしプロの目で見たらどうなのか、早速お店にお邪魔しチェックしてもらうことに。このエンジン周りのこういう隅っことか、こういうところですね、そういうところはやっぱりまだまだお手入れ足りてないですね。タンク見ていただきたいんですけど、はい、結構くる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 したタオルで拭いたような傷がいっぱい入ってます。これは普段のお手入れの時についてしまう傷なので、こういったのがやっぱり蓄積されてきてくすみの原因になったりとか、そういうのになります。タオルって、はい、傷つくんですか？つきます。タオルですよ。はい、実は普通のタオルでバイクを拭くと細かい傷がついているんです。さらにこの後ろのタオルも結構こう、ここ深い傷ありますね。これね、うちのスタッフをタンデムした時に、はい、つけられたんですよ。あ、資料館に。これが実際消えるわけではないですよね、はい、これ磨けば綺麗になります。え、これ磨いたら消えるんですか？綺麗、はい、になります。こんな汚れや傷、さらにはシミやこびりついた汚れも目立たなくなるというのです。一体どういう原理なのか。こちらが施工前の状態で結構白ぼけて傷だらけの状態です、はいはい、でこちらが表面に磨き込んでコーティングをかけた状態で、こんだけ色の差も出るぐらい差が出ます。洗車のプロによるクリーニングに加え、独自開発したオリジナルコンパウンドによる磨き、そして美しさを取り戻したボディに施すセラミックプロ。最大10層コーティングで愛車を傷や汚れから守ってくれる。その凄さとは、ボンネットをライターで叩くと当然傷がつきますが、しかしセラミックコーティングをすると、結構いけますね、はい、一見傷のように見えますが、拭いてみてください。いきますよ、はい、あ、取れた。取れる。すごい。このように簡単に取れてしまうのです。実は傷に見えるものはライターの樹脂。セラミックコーティングで硬度が上がり、なんとライターが削れていたのです。
ファイターの樹脂。この手で、はい、ベルトがちょっと当たったぐらいやったらもう、はい、そうですね。驚くことにこのコーティング、熱にも強く、マフラーやエンジンなどをはじめ、ミラーやホイールなど様々な箇所に対応可能です。え、バイクの全体いけるんですか？そうですね、シートもいけます。シートもいける、はい、シートって布ですよ、はい、革とか両方で大丈夫です。このライディングシューズで試してみると、おー、この通りどんな生地でも対応可能革も問題なしです。しかし疑い深いシモロディは、ちょっとこの僕のこの靴にちょっとシュッてやってもらっていいですか？はい、はい、大丈夫です。ということで、まず繊維が濡れるぐらいこう吹きつけていきます。これもこれはもうびっちゃ、はい、一回びちょびちょにします。布用のセラミックコーティングを施し、1時間ほど乾かして実験。ちなみにセラミックプロをしていない方は、ほらびちゃびちゃになってるやん。決めましたね。じゃあもう乾かしてきて。続いてコーティングした方はというと、うわーうわ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 、ほら全然違います。すごい。効果が分かったところで、実際にバイクにコーティングしてもらうことに。お願いします。と、その前にまずは徹底的に洗浄します。高圧洗浄機でエンジン周りや足回りの汚れを洗い流します。さらにマフラーの黒ずみなどしつこい汚れは手で落ちるまで磨き上げるのです。続いて傷ついていたタンクやフェンダーなどのパーツを独自開発したコンパウンドで磨き上げます。その仕上がりは、目玉なくなった。シモロディの言う目玉とは、このタオルの吹き傷のこと。これがなんと綺麗になくなっています。ここまで綺麗になったら、いよいよコーティングです。セラミックプロを手塗りで丁寧に塗り込んでいきます。塗って乾かす、この工程をなんと10回やっていきます。10回。はい、その10回という数字のなんか意味はあるんですか？はい、塗って拭いて乾かしてってやることによって、はい、塗装面にコーティングが浸透していきます、はい、で乾いてきたところにまた塗ってやっていけばやっていくほど、はい、コーティングの密度が高くなりますので、強度がどん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 増します。丁寧に何度も塗り込むことで、美しさと驚くべき光度を実現。またエンジン周りなどは吹きつけて均等に塗りつけます。最後に赤外線に当て定着させ完成です。ガンダムスパイダー正規ディーラーサッシ、日本最大級のトライクショールーム。希少なバイクを400台以上展示、毎日がモーターショー。名神京都南インター降りてすぐ、サッシュ。例えば記録映像、同感のことならバンズデコ、そしてお店や企業の PR も、同感のことならバンズデコ、もちろん商品プロモーションも、同感のことならバンズデコ、バンズデコ。それではセラミックコーティングが完了した Z1 とご対面。よいしょ。おー、どうですか？ピカピカになってる。すげー、めっちゃ綺麗になってる。タンクから、まあ、フェンダーからエンジン、マフラー、すべてホイールもやってあります。重岡の傷消えてます。重岡の小傷、重岡の小傷全然ないです。
さらにタンクの傷もご覧の通り。シミもきれいさっぱりなくなりました。さらに、はあ、すごい、水が残らない、シートも水が弾きます。ああ、すごい。エンジン周りもこの通りです。わー、驚きのあまりバイクをびしゃびしゃにするシモの D。 わー、すごいないですかこれ。マジでもう本当にありがとうございます、はい、もうすごい、セラミックコーティングがいかにすごいかよく分かりました。はい、ありがとうございました。何か出てきました。ちょっと待ってください。それはこれいらないでしょ。いやいやいや。これってあれでしょ。実験でしょ。そうそう、あのタンク叩いて。いや、これは別に僕のバイクやらんでいいでしょ。いや、あのデモが本当にこのコーティングだけかどうかって分からない。みんな多分疑ってると思うんですよ。でも、いや、みんな疑ってないよ。もう見たやん、さっき弾いてるし。いや、水は弾きましたけど。やっぱこのタンクで傷が本当に残らないかっていうのはやっぱりちょっとみんな見たいかなと思うんです。すごい自己犠牲これ。あかん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 、もういい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 。結構もう行きました。怖いわこれ。もちろんセラミックプロでちゃんと守られていました。この樹脂がこびりついてただけなんで。なるほど、はい、それだけ強度が増しています。見ました、納得しました。あれボンネット嘘ちゃいますから。よかったよかったですね。よかったほんがない、ね、超怖いです、超怖いです。このセラミックプロ、はい、10層コーティング、はい、完璧でした。ありがとうございます。ありがとうございます。ピッカピカの輝きを取り戻したベッドワンに大満足のシモロ D でした。セラミックプロは堺に加え兵庫県に3つのバイク専門の認定施工プロショップがあるので、興味がある方はぜひどうぞ。ちなみにヘルメットも施工可能なので、まずはお試しでどうぞ。ピカピカの Z は移転したアメリカンドリームに展示中なので遊びに行ってね。そしてシモの D もびっくりの布用セラミックプロを3名様にプレゼント。詳しくは番組ホームページで。ライカーウィンドグランプリ2017エントリースタート。誰にでも優勝のチャンスがある。そんなレースに君もチャレンジしてみないか。11月19日スポーツランド生駒で開催。